日本が旭日旗をやめてくれたらジーソミア破棄を撤回してもいいよ。はーい、哲也です。今日はね、焦る韓国ジーソミア破棄延期もというテーマでお話ししてみたいと思います。まあ、今朝文春オンラインのね記事をちょっと読んでみましたら興味深い内容があったのでちょっと紹介したいと思いますけどね。まあ、ジーソミアの執行期限が迫っている中、11月15日付の中央日報電子版、まあ、中央日報というのは韓国の有名なね新聞なんですけど、まあ、それがですねある奇策を紹介しているということなんですね。で、韓国の学会関係者、元外交官、安保当局者らとかね、3時間にわたりこの問題議論したそうですよ。で、その結果ですね、まあ、慌ててジーソミアを破棄するのではなくて延長または終了猶予を提案してはどうかというね、結論に達したということなんですね。まあ、そのために必要なジーソミア延長のために文大統領レベルの特別宣言も必要だということで提言があったそうですね。まあ、この点に関してね、ソウル在住のあるジャーナリストはですね、日本が韓国への輸出規制強化措置を取ったことへの報復とされるジーソミア破棄だが、実際は当時疑惑の追及が続いていた腹心のチョグク氏から、まあ、いや疑惑のデパートと言われたあの人ですよ、わかるでしょ。はい、あとはなんだっけ、キャベツ男じゃなくて玉ねぎ男とも言われてましたよね。まあ、そのチョグクさんからね、まあ、国民の目をそらすためだったというのが韓国では通説になっていると。貿易問題に対して全く違う安保政策で対抗することになってしまったわけだから、外交交渉などうまく進むわけもなく、事態は膠着、文政権は袋小路に入っていると、まあ、語っているんですね。まあ、日本としては韓国による戦略物資の横流し疑惑はね、もう晴れない限りホワイト国に戻すわけにはいかないですよね。ですからこの問題は全然もう違う問題なんですよ。別次元の問題を、取引しようとして韓国がやってきたわけですよね。まあ、それうまくいくわけないんですね。それにね、もともとね、ジーソミアっていうのは日本にとってどうしても必要なものなんでしょうかって話なんですね。ね、この点に関してね、伊藤俊幸元会長はね、次のように語ってます。ジーソミアのメリットは韓国側により多く、対日カードにするのは馬鹿げている。ムンジェイン政権の姿勢で今一番困っているのは韓国軍幹部だろう。北朝鮮が繰り返しミサイルを発射する中、軌道や着弾の情報は自衛隊のレーダーによるところが大きいからだ。北朝鮮が実験する短距離弾道ミサイルは複雑な軌道で飛ぶロシア製のイスカンデルをモデルにした新型とされ、着弾情報は非常に重要だ。逆に日本が韓国から得る情報は発射地点や兆候に関するヒューミントなどに限られ、同様の情報は米国も把握しているため、ジーソミアがなくても日本のデメリットはほとんどないと、まあ、指摘してるんですね。まあ、僕の意見をね言わせてもらうと、まあ、先ほどお話したようなね、戦略物資横流し疑惑の問題もそうですけども、まあ、韓国は自らの、まあ、自衛隊機に対する、ね、レーダー照射に関してね、事実を認めて謝ることもしないし、まあ、それどころか逆切れしてですね、日本側がその低空飛行をやったので謝れって言ってきてる、まあ、そんな国なんですよね。で、そんな信頼関係の全くない国とね、ジーソミア継続というのはむしろ危険じゃないかなと思うんですよね。文政権はね、完全に親中親北政権なんですよ。ということはね、共有した情報がですね、中国や北朝鮮に漏れる危険性の方がはるかに高いと思うんですね。ですからジーソミアの継続は、まあ、メリットがほとんどないというだけではなくてね、むしろね、デメリットの方が大きいのではないかと、僕なんかは逆にね危惧しますよね。まあ、アメリカがね、今どうしても韓国にね、ジーソミア、まあ破棄するなというふうに圧力をかけてますからね、最終的にどうなるかよく分かりませんけども、これから韓国はね、日本にいろんな条件を突きつけてジーソミア継続してやってもいいぞって言ってきそうな気がしますよね。もともと韓国にとって必要なものなんですけどね、例えば通貨スワップを締結してくれたらジーソミア継続してもいいとかね、あるいは旭日旗を全面廃止してくれたらジーソミア継続してもいいぞとかね、まあ、そんなこと言ってきそうですよね。まあ、全く乗る必要は日本はないと思いますけどね。まあ、いずれにしてもね、日本としてはね、慌ててジーソミア継続にね飛びつく必要も全くないだろうというふうに思います。あなたはどう考えでしょうか。ではまた。目覚めよ日本人、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。